イエイ。まあ、私たちはどこにいるかというと、せーの、韓国です。イエーイ。韓国にいます。嬉しい。皆さんが頑張ってね、いっぱい七並べしてくださったおかげです。七並べのやつで韓国にいます。ありがとうございます。ありがとうございます。見せよう。じゃーん。かわいい。コンビニでね。ね、めっちゃかわいい。買いました。めっちゃかわいい。こんなさ、普通の飲み物に、だってこのさ容器を作るのってさ絶対お金かかるじゃん、普通のやるより、うん、ここ穴開けたりしてすごいよね。ね、かわいい。かわいい。スクショタイムし、ちょっと韓国語が読めなくってずっと困ってます。切実。これなんて書いてあるんっていうのがちょっと多くて。確かにまえちゃんずっとアプリでね、翻訳してる。開かない、開かない、開かない。これ本当に開かないよ。そっからなんだよね。確かに開かない。おお、あー来た、開きました。これ蓋も可愛いよね。ね、可愛い。 I need a coffee. I want chaka. じゃーん。見えないところで乾杯。じゃーん。全然映ってない。なんで？え、そっち映ってる？これ。ここら辺だったら映ってます。じゃーん。私映るのここ。じゃーん。ありがとうございます。いただきます。あ、お風呂上がり。の気持ちいい。マジで美味しい。美味しい。え、めっちゃ甘い。え、ね、濃厚チョコです。そう、私はチョコで舞ちゃんはコーヒーの、コーヒー牛乳みたいな、うん、お風呂上がり。え、美味しい、うん、うまっ。ハマりそう。ハマっても辛いよね。買えないっていうね。買えないから。韓国寒いか、雪は降ってる。うん、寒いけど、でもさ、うん、想像より寒くなかったよね。うん、もっともう、うん、もうってなるかと思ったけど、うん、なんかあと水分が結構多めの雪が降ってます。そうだね、なんかなんでなんだろうね。今日だから、今日が特にみぞれまではいかんと思うけど、関東大雪。そうなの。バナナ牛乳も美味しいよ。そう、それとめっちゃ悩んだんよ。有名あれよね。うん、なんかこんなやつ、ひし形みたいな。ありがとう、クッキー。ご飯食べました。めっちゃお腹いっぱいね。うん、お腹いっぱい。韓国料理を、なんかコース料理みたいなの食べたんですよ、うん、韓国の。そう、なんでもういっぱいいろんな種類、うん、本当にいろんな韓国料理を、ね、うん、食べさせてもらってありがたやでしたね。何食べたか、え、何食べたんですか私たち。カンジャンケジャン、カンジャンケジャン食べた。キムチ、牡蠣、うん、のキムチ、いろんなキムチだった。そうそうそう、本当にアサリのキムチとか、うん、なんか葉っぱのキムチとか、マジでいろんなキムチあった。あと、うん、プルコギ、うんうん、なんかありすぎて、しかも名前もわからん。わかる。チヂミ、チヂミ食べた。あとはあのホッケみたいなやつ。え、あ、魚、うん、魚。な、何なんだったんだよね。なんか、うん、あれだよね、私たちが日本で食べてる韓国料理屋さんのイメージとは違うガチで、うんうん、本場の方が、うん、食べてる感じの韓国料理屋さんだった。チャプチェあった、食べました。そう、キンパは食べてないです。うん、コンビニにめっちゃあったキンパね、美味しそうだった、
乾杯する？そろそろ。もう一回乾杯。私たちもう一個乾杯するものがあるんです。買ってきたんですよ。うん、せーの、じゃーん。なんか韓国の有名なヨーグルトに、うん、シリアルみたいなの、ね、入れる。ガッて入れるやつ。ASMR じゃない？え、なの、え、な、よ、よ、あ、ビオ、ビオット、ビオット、ビオット。ありがとうございます。これずっとね、食べてみたかった。念願。セッションしてよ。いい音楽を届けられたと思います。食べていいですか？はい、あ、ほんとだ、これティッシュで、あ、ティッシュで、ここからティッシュが出まーす。ごめん、私が音楽させたからかな。ここにティッシュも大事してる。高さが足りなくて。え、もう美味しそう、やばい。これ開けるのね、むずいね、なんか握力いるね。え、もう美味しそう、どうしよう、やばい。え、てかもう美味しそうというか、実は今親指にちょっとついたのを舐めたんですよ。で、めっちゃ美味しかったんですよ。にしてもあかんくない？難しくない？あ、開いた。もうそろそろ開きます。私も開きました。わかる。嬉しい、本当に念願。こうして、あ、歯がこぼれるとこだった。だってめっちゃいい匂いする。こうして。し、なんかちょっと水分少なめのヨーグルトじゃない？うん。めっちゃ美味しそう。これを、この歴史的瞬間を皆さんに。え、こう、え、グッてやって、グッてやるよね。ですよね。え、怖い。え、わかる。めっちゃ怖い。え、これ合ってんのかな？え、それな？これ合ってる？え、合ったよね。もう一個一個こうやって入れたいぐらい。え、どうしよう、こっちピョーンとか言ったら、え、全部さ飛んでいきそうだってさ、記念すべき初めてのさビヨットなのに。え、怖い。え、怖い。でもこれがさ醍醐味よね。え、みんなこれ、こういうもん。あ、でもゆっくり入って、あ、ゆっくりゆっくりゆっくり入っていってます。想像したとよりシンプルに入った。感謝。これさ、切れるもんじゃないよね。確かに、なんか折り曲げるもんなんやね。あ、これ切れんのやわ。スキッて切れてパッてなるかと思ったら。確かに。ね。できました。いただきまーす。あ、あ、セルモッキスムニだー。もうずっとね。アニョハセヨとカムスハムニダ以外何も分かんなくてね、うん、もうええって言われても、本当にお買い物行った時もね、すごかったよね、面白かった。でもなんとかなるね、ニュアンスで、うん、いただきます。いただきます。マシっそよ。今ちょうどコメント欄で教えてもらった。え、おいしい。マジでおいしい。え、てかなんか、え、ヨーグルトっていうさ次元じゃなくない？なんかちょっと、あ、ありがとうございます。え、すごくないこれ、うん、え、めっちゃおいしい。デザートなんやけど、なんかケーキみたい。うん、うまっ。マシそうよ。え、なんかさ、チーズケーキみたいじゃない、うん、濃厚。うん、なんか、うん、ヨーグルトが、うん、甘すぎないから、うん、この、うん、このこれらがチョコがねめっちゃ合う、際立つ。え、うまっ。めっちゃ美味しい。これ日本でね
っちゃ美味いな。ヨーグルトめっちゃ美味しい。うん、のなんかヨーグルトだけでもめっちゃ美味しくない？うん。ナルドさん、ハッピーバレンタインデータワーありがとうございます。すごいいい、いいやつ。誰かがタワー投げてくれてるけど、え、今気づいて流れちゃった。誰だ、探せみんな情報を教えて、コメント欄にやるの。ナルドさんありがとう、ありがとうございます。 TikTok 見たよ、ありがとう。そう、 TikTok 実は今更ながらさりげなく始めましたので見てください。いっぱい拡散してください。ナルドさんだよって言ってるけどこっちじゃなくてえ、でもルームにこっちもだよ。そうなんですか。違い、ありがとうございます。チリケンさん、好きタワーありがとうございます。ありがとう。ちょっとありがとう。日本に、日本でお礼させていただきたいと思います。日本でお礼させていただきたい。かっこいい言い方。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。そう、呼び出しってやつで、マジで美味しくない？うん、思う。うん、うん、ほんとくて交換しよう。いちごうまいよ。いちご、いちごチョコ絶対いい。白もらいました。うん、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 ほんとだ、甘すぎないね、うん、ヨーグルトめっちゃ合う。こっち、そっちの方がなんか朝ごはんって感じじゃない？こっちなんか3時じゃない？デザート？うんうんうん。え、美味しい。確かにそっちチョコ際立ちって感じ。うん、ミングルスの酸味と合う。え、マジで美味しいこれ。なんか日本に持って帰れないからあれですよね。うん、え、嬉しいね、なんかこれ。え、なんかこれ爆発するみたいな。なんか、てか、知らん知らんけど、TikTok で韓国のこと調べよって、え、だってさ、他のさ、お菓子とか持って帰れるじゃん。うん、確かに。ね、でもなんかこれは、なんか爆発するかもしれないから、みんな、なんかわかんない。え、わかんない。私、そういう感じじゃなくて、うん、なんか、こう生、ってかこう冷蔵だから、あ、そういうこと、持って帰れないなと思った。分かんない、私嘘ついてるかも。気圧の関係と、なんかバカの可能性も、バカというかなんかパンみたいな。え、じゃあ飛行機の頂上っていうか上に行ったら、うん、もうパンってなるかもしれないし、全部嘘かもしれない今の話は。嘘。でも見た気がする、気がするだけか。うまっ。量ちょうどいい、いい。でもこのチョコとヨーグルトをどっちかが余らせないように食べないとダメ。なんか結構チョコが多めに残ってるかも今ね。思ったよりもチョコ多いね。思ったよりチョコいっぱい食べて大丈夫。え、これマジで美味しいわ。え、これさ、似てる商品もさ、日本でなくない？そんな、なんか、日本版みたいな。ね。なんか、フルグラが乗ってるとやつとかはあるやん、ヨーグルトで。ある。え？自分で？違う、コンビニで。え？あるよ！部分にみたいな。うん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 。
なんでそんな納得いってないの？こっちが納得いかないんですけど。え？あるじゃん、だって。あるかも。え？食べたことないの？あ、え？あれは、大々的にありますよ。確かに。でしょ？あるかも。そう。かもじゃない。あるよ。ある。そう、あります。そう。でも、チョコ、みたいな、こういうのないよね。ない。ね。私たちが作りたいね。難しいよ、なんか。アレンジして作る、これ。そうね。うん。そしたら何味にするヨーグルトの部分。ね、ヨーグルト。の、これ、いちご味やん。これ、プレーン、うん。ダメ。それしたら、もう、怒られちゃうから。オレンジ。あ、いい！え、めっちゃいい！オレンジチョコ？チョコオレンジ？オレンジとチョコって合いませんか？めっちゃ合う。めっちゃ好き。めっちゃいい。ね、センスある。そしたら一生食べていけるよ。うん、ヨーグルトとチョコって合わせたことなくないですか？ない。ないですよね。天才だよね。うん、誰が考えたんだろう。私だったらミント味のヨーグルトにします。チョコミントチョコミントにする。なくなる、悲しい。ちょっと残してみたらいいんじゃないかいつまでもそしたら一生なくならない。あと2個ぐらい食べたい。これでもめっちゃ人気じゃなかったですか、うん、コンビニで少なかった、うん、残りが。美味しい。時差ない、不思議だよね。うん、めっちゃ福岡から飛んだんですけど、うん、あっという間でした。1時間ぐらいだったよね、ほんまに。うん、福岡から韓国。そう、うんうん、うん、うん、まったまだ風と海とさん、ありがとう。クマ好き、クマありがとうございます。日本でお礼させていただきます。ありがとうございます。めっちゃ美味しかった、マジで。これ美味しかった。なくなった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまっ、めっちゃすごい。うんうん、そう、福岡から今日韓国へ。うんうんうん、飲みました、うん、そうなんですよ。そのためにパスポート取ってました。韓国語話せるの？うん、안녕하세요、안녕하세요、こまおー、괜찮아요、여보세요、어떡해、미안해、잘먹겠습니다、아좋아좋아、오친구친구、え、何それ、あ、勝った気分、友達友達、うん、っていう意味、うん、マシソよ、マシソよ、覚えとこう。おいしい。あとはサランヘ、器用、かわいい、うん、え、めっちゃ懐かしくない？1たす1は器用み、あった、2たす2は器用み、3たす3は器用みみたいな、あった、でめっちゃ前に流行った、器用みみたいな、懐かしい。そう、めっちゃいい。言われて全然いい。ほんとかいな。
3期生のかすみんは韓国語わかるらしいですよ。へえー、すごい。なんか披露してましたよね、アベマのやつで。なんかすごい、なんか喋、うん、れはせんけど読み取れ聞き取れはするみたいな、すごい言っとって、その時、うん、検証みたいなさ一緒取ったら、マジで結構な流暢な韓国語を聞き取っとったんよ、うん、すごくない？すごいね、びっくりした。すごい、うん、全然聞き取れね、うん、しかも流暢に喋られたら余計無理じゃない？アニョハセヨと今日カムサムニダーしか使ってない、カムニコしか使ってないだからなんかレジ行って、うん、アニョハセヨって、うん、でお願いしますって、もう待って、うん、なんか言われても、うん、ってやってほんまにそうで、お支払いしてカムサムニダーって言って帰ってるのをよくやりました。よくやりました今日これしかやってない。そうだね、パスポートに判子してもらえた？いや、判子はね、なかったんですけど、シール貼ってもらいましたね、うん、嬉しかったよね。そう、入国審査した後にシール貼ってくれた。換金しましたよ。なんか難しくって、うん、お札とコイン、本当にコインが増えるたんびに絶望する、ね、コインが使えなくってコインの使い方が一生お釣りばっかりになって、ね、コインが使えない。どうなんか使い方っていうか難しいね、本当に難しい。あれ最後どうしたらいいんだろうっていっぱいコインだと思っていく、うん、たまになんかね、なんかそうゼロを1個消した額がだいたい日本円ぐらいみたいな感じで教わってて、うん、だから1000ウォンは100円だよみたいな、うん、でももう錯覚、もう1000円だって勝手に思い込んで、そう本当にそう、なんか頭がごちゃごちゃ。しかもさ100円が札じゃん、うん、で10円からコインで、しかもそのコインが100って書いてるけ、うん、もうほんまに100円だと思ってしまう、ね、100円だと思ってしまう、うん、今財布の中で日本円と、うん、韓国のお金がコインのとかごっちゃになっとんよそれはもうしんどいもうコイン使う気ゼロって感じちょっと判別しとこう、ちゃんと。だってめっちゃ持ってやばい、重くない？重いがやばい、重いよね、コインがいっぱい入ってるんだよ本当に。すごくない？いっぱいコイン入ってる。日本円と一緒、伝わるかな量。クッキーありがとう。ちょっと判別しよう。10円、10円いっぱい。100円。え、ねえねえ、この10円さ穴開いてるんだけど、キーホルダーにしようかなキーホルダーにしろってこと？これは大丈夫ですかそれね、当たり引いたわ。本当に？本当に？普通に日本円が多いわそもそもあ、これ1円、珍しいですよ韓国の1円。1円、ほら見て、これあのクレジットカード、あ、でもなんか確かにクレジットカードを使う人多いのかな。私は全部現金で。私も。めっちゃだからお会計の時に時間がかかっちゃって申し訳ない。そう、ゼケンのお皿さ、なんか大きいお札をポンって、え、そうだからそう出しちゃう。そしたらお釣りがいっぱい返ってきて、ほんと負の連鎖だよね。どこに日本円、日本円こんなにあったよ日本円の方が多いじゃない日本円の方が全然多かった。なんか袋
この目標は韓国から出る前にコインをゼロにする。お、頑張りましょう。頑張りましょう。今日行きの飛行機に乗ってね、うん、もう乗った割とすぐぐらいからもうめっちゃ眠くなって、うん、うとうとしてて、翌日はちゃんと私で座ってて二人とも寝てて、うん、そしたら私機内食ないと思ってて、うん、私もないと思ってた。だって1時間で着くからないと思ってたら、うん、機内食が出てきて、うん、食事ですみたいな感じで、うんうん、寝てたからもうめっちゃびっくりして、うん、みたいな、へこんでてきた。ね、マジびっくりした。めっちゃびっくりした、うん、え、マジで機内食あってね、あれってなんでなんだろうね、すごいよね。機内食出てた。お昼時だからかな。確かにお昼時だったよね。俺の時はなかったよ。だってえ、じゃああるのとないのがあるの。うん、そうなんかな。メニューはなんかチキンの煮込みみたいな。うん、出ました韓国は。うん、寒いけど日本も寒いですね。うん、日本も寒いし、今日なんかめっちゃ日本寒そうだから。でも謎に韓国半袖の人います、うん、え、3人ぐらい見た今日、ね、本当にめっちゃ雪降ってるのにすごい半袖、半袖の人いた。うん、本当にすごい。でも言うても全然雪めっちゃ降ってたよね、うん、雪というかなんかもう斜めの雪雨みたいな、こういうタイプの。そうそう、本当ありがとう。なんか耳当てとかもうおかしいみたいな。もう結構防寒すごくないですかね、うん、防寒すごい。皆さん韓国、やばい、急にめっちゃ睡魔が来た。うん、食べたからじゃないそうかも。だってお腹いっぱい、今日もいっぱいね、おいしいもの食べて、私いっぱい歩いたよね。結構歩いた、多分知らぬ間に。そう、なんか、うん、歩いて、でもマップがまず韓国語で読めなくって、うん、だから行きたいとこも分かんないし、うん、あの帰りたいところももうどうやって行ったらいいか分かんないし、だからもう本当に結構難しい、うん、ね、本当に難しかった。ちょっと迷子になってた、うん、インスタの写真撮った。ストック溜まった全然撮ってないよね今日は。あんまり、うん、なかなか今日まあ、あんまり痛いじゃないんですけど、明日明後日でね結構、うん、取れるんじゃないかなと思っております。夜ご飯めっちゃ豪華だった。次々出てきた。もう置く場所がないぐらい出てきた、机の上に。17。TikTok、 そう TikTok 始めました。ちぶちゃんが TikTok 始めたんですよ。
舞ちゃんと、あの韓国で撮る予定です。勝手に今初めて聞きましたなので舞ちゃんファンの方も楽しみにしていてください。フォローしてください。え、石田地方でやってますか？え、違う、石田地方でやりたかったんよ、うん、やりたかったんじゃけど、なんか一番最初アカウント作るときに、うん、適当にハートで作って、うん、でそしたら帰れんくなって、うん、そうなんだ。なんか1週間帰れんくて、うん、1週間ハート、あ、なるほど。で、うん、その後に石田地方になる。今ハートちゃん。じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。じゃあちょっと明日もちょっと朝、明日早いね、うん、早めなので楽しみだね。でもイエイイエイじゃあランキング読みます。20位ととみちさん、19位たかぼんさん、18位なまはげさん、17位えんかかさん、16位おいでます元気さん、15位宮川かずゆきさん、14位きょんしーさん、13位台湾のこうさん、12位ブルーさん、11位よもつくさん、10位リアルちょうちゃんめっちゃ可愛かった大好きですコーラさん、9位テリーピーさん、8位グリオティーヌさん、7位ジャスティンさん、ラッキーセブン、6位サムさん、5位ユリアピースさん、4位ハート、あのなんか刺さってるハートのさんそう、3位竹野沢さん、スイスイ、2位釣りけんさん、ツーツー、好きタワーもありがとうございます。そしてそして第1話、ピロロピョン、ナルドさん、イエーイ、ありがとうございます。ハッピーバレンタインタワーもありがとう。感謝の極みです。イエーイ、まあ、ありがとうございます。くまねパパさん、ポンタさん、イクタソさん、きなぺこさん、マサさん、東京のさんさん、ナルノさん、カズとウミトさん、サムさん、ミッキーさん、ボンちゃんさん、ヨモツクさん、福太郎さん、ありがとうございます。あの予約入れてなかったんですけど、あの見てくださってありがとうございました。うんうんうん、てな感じですね。また明日、また明日ちょっと報告できそうな時にメールを送ります。韓国楽しんでね。ありがとう、楽しめます。ありがとうございます。それではありがとう、おやすみなさい、いっぱい寝ようね、いっぱい寝ようもう寝ないもう寝ないやばい、バイバイ、ありがとう、ありがとう。